五代目、坂東彦三郎から1877年10月13日は、幕末から明治初期にかけて活躍した歌舞伎役者。拝名は、新水、鶴子、滝木子、屋号は、音羽屋。浅草の大工ため倉の子。天保11年、四代目、坂東彦三郎の養子となり坂東鶴之助と名乗る。天保13年11月。 中村座で、金竜山受け石杖が、初舞台。校歌3年に1月、河原崎座で、坂東竹三郎と改名。子供芝居で修行して力をつけ、安政元年3月、市村座で5代目、坂東彦三郎を襲名。その後は、江戸情報の舞台で活躍。4代目、中村士官と人気を競い合った。養子功績ともによく、時代物、世話物で、 驚異的に幅広い役柄を誇った。玄平布引き抱き、サネモリ物語のサネモリ、オーミ玄次先人館、森綱陣屋の和田表へ、黒白論識文博多の栗山大善などが当たり役。金出本中心蔵では、由良之助、諸直、寛平、戸瀬、宝岩など主要な役を、すべてこなし、敬画の子娘道成寺など小作ごとに秀でていた。 明治10年10月巡業先の大阪で隠し、名人、彦三郎、彦旦那と呼ばれた名優で、九代目、市川段十郎も、中心蔵七段目の由良之助だけは兄貴にかなわねえと、脱帽するくらいの芸力だった。彦三郎も自信家で、公的種の士官と比べられると、客はあいつに呼んでもらい、芝居は、俺が見せるのさと合語した。ありがとうございます。